終わりました。で今日はなんか昼から日本から変なのが来たぞっていうので、こうクリニックみたいな感じ、要は教室っていうのを告知してくれて、なんか結構アイオワとかカリフォルニアってだな、なんか結構地方から、ここオクラホマなんで違う州から、まあなんかそれを見た人がね来てくれました。今回ね、小学生から高校生ぐらいまでをちょっとやってたんですけど、日本でやってるようなウォーミングアップして技術練をでやって簡単に終わったんですけど、めちゃくちゃいい経験ができたなと思います。その後ね、普通に練習がありました。このチームの人たちは残って練習で、外部から来られた方はそれで、まあ、帰られるっていう形で、で僕もその練習、まあ、ちょっと軽く出て、これ海外共通の部分もあるんですけど、レスリングとして思ったことがいくつかあって、まずアメリカはマットが汚い掃除してるとこ見たことないっす。でグラウンドのディフェンスっていうのは、要は寝転がってこうやってるとすんげえ服汚れんの、めちゃくちゃ汚いっす。で普通にこの上土足でも上がるから、みんなえぐいねアーロンが来ました。シャワー浴びて、あとね、アメリカのスタイルがガツガツくるんで、こう目の下切ったりとかしました。イエイイエイイエイコーチの子供ですね。My name is Aaron. Yes. Yes. で、練習も何日か出てるんですけど、スパーリングまで一回もないっていうね、ポジション練習ばっか、本当に。でもその代わりしかもなんか力入れたポジション練習もしないし、本当 50% とか打ち込みの。イエーイ。It is all the all the the coach。めちゃくちゃ可愛いです。落ち着きがないのが昔の僕に似てるかもしれないです。 Let's go。